もうスタートしてます、うん、安西マリア、涙の太陽知ってる？涙の太陽は聞いたことあります、うん、これね、うん、1964、5年に、の湯川れい子が作った曲なのよ、うんうん、で当時はほら権利関係のことわかんないんだけど偽洋楽っていう、わかる、うん、要するに今までは外人のアーティストと契約してレコードを作って売ってたのを唯一始まりなんだけど、日本でその洋版にもどきのもを作った最初の曲だ。そうなんだ。でエミー・ジャクソンってイギリス人なんだけど、うん、要はもう日本語ペラペラの子なんだけど、はい、英語で歌わせたわけ。それが大ヒットしちゃったわけ。あ、そうなんです。え、じゃあ全曲一応日本語になってるんですか？これは英語の曲も入ってる。これはだからその後その、うん、その当時すごいシンガーがいたのよ。青山みちって、はあ、黒人のハーフで、もうド迫力の。え、どういうジャンルの？そのまあブルース系なんだけど、黒人のハーフだから。はあ、それ聞いてみたいな。いや、それ廃盤になってんじゃない？あ、そうなんですね。いろんなことあったから。ああ、なるほど。あったんだ。こうなったり、ああなったり。ああ、なるほど。ああ、なったり、こうなったり、うん。で、その後に続いたのが安西マリさんですか？それはだから、このか、これカバー曲なわけ。うんうんうん。だから10人ぐらいやってるよ。え、あ、そうなんだ。安西マリさんの曲じゃなくて。安西マリアがそれをブレイクさせちゃったんだけど、うん、その共作の曲だったんですよ。10年後に。いや、共作じゃない。10年後。あ、10年後に。あ、曲がもともとあって。だから82、3年だから、デビューが。だから、65年に、なんだっけ、さっきのエミー・ジャクソンがもうブレイクしたんだけど、外人だから、日本語ペラペラでも記者会見で何でも英語でやってるわけよ、うんうんうん、だから俺たちはちっちゃかったから外人しか見えないじゃん。ああ、そうですよね、うん、そうかそうかそうか。いやー、でもじゃあで、うん、俺はフェイスブックでつながってるわけ、そのエミー・ジャクソンと。どういうこと？銀座でだからたまになんかやってんじゃないライブを。そうなんですか。一回も行ったことないんだけど、うん、で気になって、本当は今日の、今日は安西マリアじゃなかったんだけど、うん、CD もレコードもなくてさ、で、うん、これをめっけてきた。ああ、そうだったんだ。でそれから10、だから65年の、うん、多分1982、3年だから、うん、何年後カバーでデビューして、うん、これが大ブレイクしたわけ。シングルで30万枚ぐらい売ってるわけ。うわー、そんなに売れてるんだ。で、まあ、この人もね、悲惨な運命、人生辿ってるけど。亡くなりましたもん。うん、5年、デビューから5年に逃避行しちゃったわけ。え、そうなんですか？マネージャーと。あら！で、しばらくずーっとハワイで暮らして、帰ってきたんだけど、で、旦那とも別れて、で、俺は14、15年前、はい、大会前に事務所あった時に、うん、見かけたことあるわけ。お、安西マリアだ。もちろん話しかけなかったけど、2、3回見てんだよ。どんな感じでした？いや、全然変わってない。綺麗な感じで。この手の顔ってさ、うん、珍しいのよ。当時、山口百恵とかさ、あの辺の田舎から出てきた感じの女の子が主流ってか、主流だからアイドル系は。この子はもう本当垢抜けた東京の子だったからね。けど多分もう要するに
クラブとか当時のクラブとかで勤めたと思うよ。そこから拾われたと思うよ。うん、そうなんだ。やっぱじゃあもともとそうやってお顔立ちもスタイルもよくて、でこう歌も歌もね、うん、今日ずっと聴いてたけど、うん、まあほとんどカバーなんだけど、うん、まあ上手い歌もあれば下手な歌もあるわだから売れっ子だからもう常にもうなんかあのシングル出していかなきゃ時代だならない時代だったから、うん、で多分60で死んでんだよね。若い時に心筋梗塞かなんか。まだ若いですよね、60代って。いや、若いけど。無国して亡くなるって。子供を残して死ななかったあのが、不運というかさ、相当苦労したと思うね、この年はね。今日のシケさん、そうそうそう、あのいや久しぶりにいいのめっけてきたなと思って、うん、このまたジャケットもね、だからもう、うん、オムニバスっていうかね、もうみんなもう集めて20曲も本来だったらないじゃん、うん、だからいろんな外人の歌のカバーが入ってるから、早いもの、ガチの血がないとはまたいいですけども早いもので、やっぱりその男と女の歌を歌っても、はい、やっぱりわかる、その純情派にはないさ、うんうん、捨てたのなんとかだのってそういうの歌詞が多いよね。多いですね。そうなんだ。でもう一つ、あの当時まだ作詞か作曲かって全部もうレコード会社に所属してたから、はい、むやみやたら他で作れないわけだ。あ、契約があるから、うんうん、で湯川玲子はそれを分かんないよ、あの細かいあれは、あのそことデビューさせたのか、うん、そこからデビューさせたのか分かんないけど、ペンネーム書いてるわけ。え、そうなんですか。レバー、あ、レイコ、ホットリ、レバー、リバー。わかる？湯川レイコ。湯。ああ、お湯の湯。川、うん、リバー、うん、レイコ。レイコ、ホットリバー。そんなオチでどうでしょうか。今日はこの辺で今日しげさんの時間でした。はい、あのノスタルジック、あの人の今、そうだ、はい、ありがとうございます。まあ、そろそろ今度ね、あの男も探してきます今まで女性続きでしたからね。そうそう、そうですね、そろそろ男性の方もね、はい、ちょっと寄ってますけど今日ね、山口百恵さんのコスモス。薄紅のコスモスが秋の日の何気ない日だまりに揺れている。この頃涙もろくなった母が庭先で一つ咳をする。縁側でアルバムを開いては私の幼い日の思い出を何度も同じ話繰り返す。独り言みたいに小さな声で、明日と次ぐ私に苦労はし
マンテルさんいないよが喋れるかって。マンテルさん今日いなかったからね。今日マンテルさん寝てました。ね。終わった。短い方がいいね。